1区画50から100アールの大きい区画に整備された薬館川地区の農地。大型機械化による営農の効率化と低コスト化、さらには儲かる農業の実現を目指して実施されている国営緊急農地再編整備事業薬館川地区。大分県北部宇佐市の南に広がる薬館川地区は、安心盆地を中心とする中山間地域で、北東部を宇佐別府道路が通る自然豊かな農村地帯です。盆地の南から北へと深見川、つぶさ川、佐田川など幾筋もの小河川が流れていますが、年間降水量が少なく地形も急峻なため、かつては干ばつ被害にさらされてきました。このため過去に国営農業水利事業および国営農地開発事業薬館川地区により水源として比重ダムを作り、山林原野を開墾して新たな樹園地を造成し、昼夜の寒暖差を生かしたデラウェアを中心とするブドウの一大産地が形成されました。しかし当時造成した農地は狭く、営農の効率化は困難でした。しかも近年、担い手不足や営農者の高齢化などにより経営規模の縮小や耕作放棄地が増加しています。国営緊急農地再編整備事業薬館川地区は、大分県宇佐市の樹液地を対象に農地の効率的な土地利用を図るため、大きい畑に区画整理し、地域の担い手や農業生産法人を中心に農地の利用集積を進めて農業の振興を目指します。標準区画は50アールから100アールを基本とし、23の校区ごとに農地の形状を決めていきます。工事は平成28年6月に小館1校区から始まりました。営農効率の悪かった小さな農地が大きい区画に造成され、地域の明日を担う農業生産ベースが次々と姿を現し始めています。新しく生まれた農地では、大型機械による経営規模の拡大をはじめ、営農の効率化、低コスト化で儲かる農業の実現が図られます。ブドウ棚が整備された八頭港区では、機械により雑草が刈り取られ堆肥がまかれていきます。完成した小館一港区に植栽されたお茶、茶園では施肥・防除に加えて将来常用収穫機による茶の収穫が計画されています。作業時間は大幅に短縮できるようになります。地域をリードする多様な農業生産法人や担い手を中心に農地の利用集積を進め、農地利用の最適化を実現します。企業的経営による農業の展開では、地場産の原料を活用した付加価値の高い独自産業化、地域ブランド化への取り組みによって農業を中心とした地域経済が活性化されます。宇佐市ではアジムブドウ酒工房が創業を始め、順調な歩みを進めています。このほか交流拠点での商品の直接販売など、多彩な流通ルートの確立が模索されています。地域を挙げての持続可能な農業へのチャレンジ、そして実り豊かな潤いのある農村へのチャレンジが続けられています。